シトロエン C4、C4 はフランスの自動車メーカーシトロエンが製造する中型乗用車で欧州規格のボディサイズは C セグメントである。2004年9月のパリモーターショーで公開、同年11月発売、クサラの後継者として開発され、PSA グループのプジョー307とは、プラットフォームやエンジンなどの基本コンポーネントを共有している。フロントグリルは、 ダブルシェブロン、山場、歯車をデザインモチーフとしている。先代のクサらや先々代の ZX に比較すると、シトロエンらしさが見られるが、全体の構成としては一般的な機構を用いており、かつてのシトロエン車のような独善的なまでの得意さは薄れている。環境性能の高いクリーンディーゼルエンジンもラインナップされ、 車線逸脱防止装置などの先進装備もオプションで用意されている。シトロエンは独創的なデザインや装備で知られているが、この C4 ではセンターフィックスステアリングを採用している。センターパッドとリム部分が一体構造となっている一般的なスワリングではなく別体構造でセンターパッドは回転しない。これによりセンターパッドに配置されているクルーズコントロールや オーディオスイッチが操作しやすく、衝突時にはエアバッグの理想的な展開を可能とするが、センターパッドが回転しないためハンドル操作には、視覚的な慣れを必要とする。スピードメーターはデジタル表示で、透過式のセンターメーターを採用。タコメーターもデジタル表示だが、センターメーターではなく、ステアリングコラム上に設置されている。上級グレードに装備されるディレクショナルヘッドライトは、 ヘッドライトの光軸をステアリングと連動させて、旋回方向の視界を確保するというもので、かつての上級車種 DS や SM を想起させる装備となっている。室内の方向として、フレグランスエアフレッシュナーを標準で装備する。専用のフレグランスをセンターベンチレーターの横に挿入するとほのかに香る。専用方向材には、バンブー、スイートラベンダー、ロータスなど9種類がある。 サスペンションは C5 以上とは対照的にシトロエンの代名詞とも言えるハイドロニューマチックや発展型システムではなくフロントにマクファーソンストラットリアはトーションビームの一種であるカップルドビーム日本市場には2005年6月当時のシトロエンジャポンから発売されたグレードはゴドアハッチバックのサルーンに1.62.0エクスクルーシブの2種クーペは 1.6VTR、2.0VTS の2種類で、エクスクルーシブには17インチアルミホイール、x ーの内装、電動格納式、ミラー、ディレクショナルキセノンヘッドライトや前後パークアシスタンス、ASR ESP 等が装備されていた。11月に2.0、2008年5月には 1.6EX が追加され、いずれもディレクショナルヘッドライトや前後パーキングアシスタンス、 ASR, ESP が標準装備された。スペシャルモデルは2006年2月、プレステージリミテッドエディション2007年3月、30代限定、セシック2007年11月、32代限定、C4 バイローブ2008年1月、限定60代、1.6EX リミテッド G が販売された。このうち 1.6EX リミテッド G は、 同年6月に正規モデル 1.6EX へ昇格した。トランスミッションはサルーンが4足 AT のみ、クーペは 1.6VTR は4足 AT、2.0VTS は5足 MT。なお、2.0VTS のエンジンはサルーン2.0の RFJ 型をパワーアップした RFK 型を搭載している。 2008年に 2.0VTS は販売終了1.6の1車種に絞られた。2008年7月に発表され、同年8月のモスクワモーターショーで公開された。主な変更点は、フロント周辺のデザイン刷新、メーターレイアウト変更、ガソリンエンジンのプジョー308と同じくドイツ BMW 社との共同開発による新ユニットへの換装。 ディーゼルエンジンの出力アップ等である。ガソリン1.6リットルモデルがベティ120。2リットルは THP150。ディーゼルは名称の頭にィがつく。日本では2009年2月26日に発売。サルーンが従来の 1.6EX とほぼ同等の装備を持つ1.6、1.6TX ク,クルーシブ。クーペは 1.6VTR が 受注生産扱いとなった。電動格納式ミラーがエクスクルーシブ以外でも標準装備となり、従来は全車種にオプションだった。パノラミックガラスルーフも1.6以外には標準装備となった。また、2008年春以降設定されていなかったレザーパッケージの設定が復活した。ボディカラーも入れ替えられ、日本使用車ではサルーンが7色に対し、 クーペは4色となった。2010年6月に発表。基本コンポーネントを従来型から受け継ぎつつ全幅は 15mm 拡大したが、最小回転半径は 5.7m5.3m へと改善された。サンドアのクーペはスペシャリティの新シリーズ DS の DS4 に移行したため、ボディタイプは5ドアハッチバックのみとなった。 仙台語ドアハッチバックの特徴だった A ピラーから C ピラーまでを滑らかに続いていた丸型のルーフラインは水平に近いまま後方へと伸びるルーフラインに変更されユニークだったセンターフィックスステアリング、透過式、センターメーターなどはごく一般的な造形に変更されたが質感の向上は図られている。エンジンはガソリン3種、ディーゼル3種の計6種類。 ディーゼルの最上級モデルは、アイドリングストップシステムを装備する。日本市場には2011年7月1日から、1.6リットル直列、4気筒に4足 AT の C4 セダクションと1.6リットル直列4、気筒ツインスクロールターボに6足 X の C4 エクスクルーシブの2モデルが導入されたが、2013年5月28日には、セダクションがラインナップから落ち、 ガラスルーフを廃止して、タイヤを17インチとした上で、価格を33万円引き下げたエクスクルーシブのみとなった。2015年8月にマイナーチェンジを受け、C4 セダクションと C4 セダクションアップグレードパッケージの2モデルとなった。エンジンは1.2リットル直列4、気筒ツインスクロールターボ、ピュアテックに換装され、ヘッドライトには LED が組み込まれた。 2016年7月12日から1.6リットル直列4気筒クリーンディーゼルの C4 フィールブルーディが追加され1.2リットル直列3気筒低圧ターボの C4 フィールと C4 セダクションアップグレードパッケージラインナップとなった2007年にクサラ WRC の後継マシンとしてクーペ VTS をベースとする C4WRC が シトロエントタルワールドラリーチームからデビュー。ドライバーはセバスチャン・ローブとダニ・ソルド。2007年開幕戦のモンテカルロラリーでデビューウィンを飾り、ローブは C4 で2007年から2010年と4年連続のドライバーズチャンピオンを得している。1973年に始まった WRC 世界ラリー選手権において2016年現在、最も優勝数を勝ち取った車が シトル NC4WRC である。なお、参戦マシンは2011年より新型の DS3WRC へ変更された。1973年に始まった WRC 世界ラリー選手権において2016年現在、最も優勝数を勝ち取った車がシトル NC4WRC である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。